皆さんは君が代少年をご存知ですか？日本統治時代の台湾で名前が一番知れ渡っていた子供かもしれないです。時に昭和10年、1935年4月21日、台湾中部で大きな地震が起きてしまって、3000人以上の犠牲者が出ました。昔の動画でも言及しましたね、この大震災。その日の朝、病立高官に住む12歳の少年仙徳君は、いつものように神棚に備える神宮大麻に拝礼してから出かけました。とその瞬間、地面が激しく揺れ始め、町中の建物が次々と倒壊し、仙徳君の頭と足を大怪我させてしまいました。駆けつけたお父さんのおかげで、仙徳君は避難所に搬送されました。審査を受けていた仙徳君は、決して台湾語を口にしなくて、日本語で会話をしました。その後、意識がだんだんと朦朧になった仙徳君は、君が代を歌いたい、とお父さんに告げて、か弱い声で君が代を歌い始めました。両親と病室のみんなの見守りの中で、仙徳君が君が代を歌い終えた後、二度と目を開けませんでした。震災の2日後でした。と、以上は、日本統治時代の教科書に載った、君が代少年の物語です。台湾だけでなく、他の日本植民地や内地でも、仙徳君は公民化の模範として称賛されていました。しかし、仙徳君の物語は、一体どれくらいが真実なんですか？というのも、当時は戦争を目指して公民化運動を推進しようとする真っ只中、似たような愛国教育向けの物語がありふれていて、ドイツもこいつも誇張表現ばかりでした。例えば同じの震災では、下半身が土石にうずもれても、天皇陛下万歳を唱え続けていた少女の物語も、新聞に載っていました。実際、君が代少年の物語があまりにも有名なため、いくつかの論文により、文献検証と現地調査が行われ、あの時代を生きてきた地域住民に聞き込み、無数の証言をもらいました。震災で亡くなった仙徳君という人物は確かに存在していましたが、毎朝神棚に拝礼すること、避難所で日本語に固執すること、そして死に際で君が代を歌うことに裏付けられる証拠は一切なくて、時系列や地域性も事実と矛盾があって、一部や全部が捏造じゃないか、の説が有力だそうです。地元の長老の証言によりますと、仙徳君が亡くなった後、すぐさま新聞で大々的に取り上げられて、校長先生は公民化教育の功績で栄転しました。震災の翌年、仙徳君の銅像が学校の前に置かれ、校長や警察も例外なく、みんな彼の前を通ったら、必ず一礼をしました。彼の命日になると、地域住民と有力者たちは集まって、法要を行うことも、慣習になりました。しかし日本敗戦後、国民党軍が来たら、こういった日本賛美の銅像は、漏れなく撤去されました。仙徳君の銅像も、彼の母と姉に、家に持ち帰られました。2011年、仙徳君の2人の弟が、新聞のインタビューを受けました。上の弟が震災当時、まだ4歳なので、2人とも震災や兄に対して、ほぼ記憶がなくて、物語の真相も知らなかったそうです。ただ家は貧乏なので、下の弟は、もともと養子に出す予定らしいですが、仙徳君が母を説得して、辞めさせたことは聞いたことあります。そして家に置いてある兄の銅像は、時々人を驚かせたりしました。当時の生活は水汲みが大変なので、やがて兄の銅像を売って、揚水ポンプを買いました。まるで兄が水汲んでくれるようだ、と彼らは言いました。まあ、大体こんな話ですね。それじゃ。バイバーイ。